令和3年4月11日維新100年記念公演サッカーラグビー場にて2021第2回山口維新スプリングボールが行います。試合開始12時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーブルーのユニフォームが山口大学ギャンブラーズ、奥側オレンジ、山陽小野田市立山口東京理科大学ボールパイソンズです。両チームとも所属は中四国学生ディビジョン2に属しています。両チームは山口県に存在する2つしかないアメリカンフットボールチームです。したがってこのチームに勝った方が山口県のチャンピオンという形になります。この大会は山口県大会の王者決定戦と銘打って行われるボールゲームとなっております。まずコイントスの選択権は山口東京理科大学。山口大学キックオフ、理科大学リターンで試合が始まります。山口大学のキックでゲームがスタートされます。